こんにちは、秋です。なんだか春が急にやってきました。駆け足どころか全力疾走でドーンってぶつかってくるぐらいの勢いだから、今回は桜のお花とフィルムシミュレーションどれで撮ったらどんな風になるよっていう比較の動画です。今回は3種類のお花を用意しております。まず1つ目はとってもわかりやすい紅色のお花、寒桜系かな。なので場所によってはもう終わっているかもしれませんが、こういう濃い紅色のお花を撮った時にフィルムシミュレーション変えたらどうなるよっていうのをまずはご覧ください。というわけで今回は6種類のフィルムシミュレーションを使っています。なんでこの6種類なのかっていうと、私の使っている富士の X-E3 というカメラに入っているカラーのフィルムシミュレーションはこの6種類だからです。有名なクラシックネガーとかエテルナーとかは私のカメラ入っておりませんが、まあ中古でねちょっと富士を試してみようかなという方にはこの6種類大体入っておりますので、ぜひぜひ試していただきたいなと思うところです。ほいで、まあ好き嫌いは、ね、人のそれぞれだからどれが最高っていうことはないのだけれど、まあまず特徴があるのはやっぱりベルビアがすごいよね。これだけ赤の濃い被写体だと、まあ飽和してるって言ってもいいのかなっていうぐらいすごい紅色っていうか、なんかビビッと、まさにビビッとっていう感じだよね。個人的にはちょっときついかなって思います。まあね、それは元が濃いからね。もう一つ特徴的なのはクラシッククローム、これはだいぶ色が転んでおりますよね。赤色が転ぶのは結構クラシッククロームの特徴なので、まあちょっとねシックなっていうかレトロなっていう感じかな、そういうイメージが出せるっていうのはこのクラシッククロームです。そしてプロネガハイとかプロネガスタンダードの色はかなり自然だと思います。まあ見た時のそのままっていうのがね結構プロネガの思想でもありますので、確かにそうだなっていう感じのネガ系のフィルムシミュレーションです。プロビアとアスティアは正直わかんない、本当にわかんないよこれはね。まあ比べれば違うのだろうなとは思うけれど、こういうものにおいてはそんなにね極端な差はないなって思います。ちなみに私が取っ手出しの時に設定していたのはアスティアです。まあなんでかっていうと、やっぱりちょっと派手な方がね気分は上がるんだよね。でお外ですごい晴れた日でしたから、まあ LCD というかね、まあ EVF で見た時にどうしてもね、いくら EVF だろうとちょっと明るすぎるとよく見えなかったりはするんだよね。でそういう時にちょっと派手めだとさ目につくじゃない。でその方がね写真として、あなんか結構綺麗に撮れてるぞって思えるからテンション上がるなと思っていつもアスティアに設定してます。まあちょっとベルビアはね、ベルビアはちょっと派手すぎるかなってやっぱり思うからアスティアで、プロネガは確かに見たままなんだけれど、まあこの日の気分はねちょっとこうノリノリだったからすごい良かったんです。そして2種類目のお花はさっきよりはちょっと紅色が薄い、まあ、ピンク色っていう感じなのかな、そういう感じのしだれ桜です。まあ、これもね先ほどの6種類のカラーのフィルムシミュレーションご覧ください。さあ皆様どのような感想を持たれたでしょうか。私が最初にこの6枚を出力した時最初に思ったのはあんまり変わんないなっていうことなんですよね。もちろん違うよね、6枚並べれば全然違うのだけれど、ただ思ったよりは違わないなっていう感じがします。ベルビアもねさっき見たあの超紅色でなんかもう飽和してギットギットみたいな感じと比べたら、まあこんなもんじゃないっていう感じのね、ちょっとピンクが確かに濃いかなみたいな出力のされ方をしています。で、プロネガハイとかアスティアあたりのね、まあポジとネガのね、違いはあるんだけれど、でもそんなにお花の色としては変わってないよね。結構リアルな感じにアスティアもなってるし、プロネガはね、もちろんリアルな感じ。で、クラシッククロームはあの背景のね、青色はすごい転んでるんだけれど、お花のね、ピンクっていうところだけに注目したら、まあちょっと確かにサイドは落ちてるけれど、全然まあなんだろうね、すごい落ちてるっていう感じはないよね。フィルムシミュレーション
が、実際どんな内部処理をしているのかっていうのはもちろん富士フィルムの方にしかわからないので、これは想像なんですけど、多分固定値でいじるんじゃなくって、なんか色のサイドとか輝度とかを比率でいじってますよね。例えばね、赤だったらこのぐらいの何パーセント上げるとか下げるとかね、でパーセンテージでやってるんだとしたら、元のね輝度が例えばそんなに明るくないとか、サイドもねそんなに激しくないようになったら、まあ、そんなにね上昇幅下降幅っていうのも小さくなるのかなとか思ってね、この6枚見てるとね、そんな感想を持ちました。この6枚の中だったら、そうだな、私はベルビアが好きかもしれない。まあ、さっきのね、アスティアぐらいの、まあ、せいぜいね、派手さだから、そんなにね、目に痛いっていうほどのビビッドさがなくって、でも、このお花のね、ピンクっぽさっていうのはちゃんと表現してくれてるから、ベルビアこれちょうどいいぐらいになってるなって思います。アスティアもね、まあ、リアルはリアルなんだけれど、ちょっとなんかこう、見た時の感動具合からしたら、ベルビアの方が強いかもしれません。ただ、この時も、手出しはアスティアでした。そして最後は白っぽい子です。これから全盛期というか、皆様がお花見お花見ってやるソメイヨシノなんかはね、割と白っぽいので、これに近いかもしれません。さあ、これはどんな風に変わるでしょうか。さて皆様、白っぽいお花の写真、桜の写真どうでしょうか。まあそんなに変わんないよね。まあそれあんまり変わんないよね。なんでかっていうと、多分ね、もう白は白だからさ、そこを変えるってなるともうホワイトバランスが釣れるしかないよね。で、やっぱり私ホワイトバランス晴れで撮ってますから、そんなにね白の色自体は変わらないんだ。まあそれはね、理屈的にもそうだろうなぁとは思うんだけれど、まあじゃあ何が変わるかっていうと、周りのね環境の色が変わってますよね。例えば背景の青空なんかは特にクラシッククロームは転んでいるし、で、あとね、ベルビア、これね、ちょっとピンク色っぽいのがまだらに見えるでしょ？これはね、つぼみがね、ピンクなんです。だからそれが派手になってね、そういうのを装飾してくれてるっていう部分は、フィルムシミュレーションでね、変わってくると思うんだ。そして、その青空のね、光のね、まあ、拡散光、散乱光で、ちょっと青っぽくなってる白い花びらの部分なんかも変わってきていると思います。あとはね、そのつぼみのピンクが重なっているところなんかはね、前ボケ、後ろボケで色が変わってくる。だけど、まあお花の色自体はね、白は白だからそんなに変わんないよね。これがね、色の薄いお花、ソメイヨシノもそうだし、まあ桜以外でもね、そうなんですけど、まあ、あまりね、色のメリハリがない白いお花撮るときに難しいなっていうのは、本当にこれそうなんですよね。で、そうなると、ちょっとキャラの強いやつがやっぱりいいのかなって思わなくもない。で、私が好きなのはクラシッククロームです。で、まあ白いんだったらね、もういっそのこと、なんか清楚めなね、結構色が少なめな白っぽい感じに全体的にしてしまえると思うので、私はクラシッククローム結構好きです。で、あとは、もうやっぱり環境光のね、その時の様子次第になってくるんですよね。今回みたいに、ちょっとなんか、くすんだ青空みたいな感じだったら、そうだな、ベルビアの青が濃くて良いかな、とか、まあ、アスティアぐらいのね、色の方が結構ですね、リアルな感じで、こう、スッキリしてていいなってなるかもしれないんだけど、これで例えば曇り空だったりした日には、もうなかなかの悲劇なんですよね。その、背景は白いわ、お花は白いわ、もうどうすんねんってなるんだけれど、まあ青空がね、もっと例えば今みたいにちょっとくすんでないよね、もうちょっとそのすっきりしたね、青いっていう感じの青空だったら、例えばベルビアだとちょっとやりすぎかなって思うかもしれないし、その時はねプロネガの方がいいなって思うかもしれない。で、コントラストつきすぎてたらプロネガのスタンダードがね一番いいな、もうちょっとね柔らかめでいいなってなるかもしれないっていうのを、その環境環境で本当に変わってくるから、このね白くて周りの環境光に作用されるっていうね、声を話すごい難しいなって思います。といった感じで、今回は桜だと思うんだけど、桜じゃなかったらどうしよう。まあ桜みたいなお花のフィルムシミュレーション変えた時にどんな風に変わってくるよっていうのを比較してみた動画でした。まあ
そんなね、厳密にね、この色が色相がどうでとか、この色の輝度がこうでああでみたいな話はなくって、もう完全に感覚だけの話ですけれども、まあね、普通の人がね、趣味で写真撮るときに、そんなね、色のサイドとか色相がとかまで分析しながら撮らないでしょうから、まあ、見たままのね、印象で皆様も好きなものを使っていただければと思います。で、クラシックネガとかないじゃんってなるんだけれど、クラシックネガとか入ってるカメラは、やっぱり中古でまだちょっと高いので、手軽にね、富士のカメラ試してみようっていう方は、まずはこの6種類でね、気に入ったのがあれば、まあ中古でね、何万円かのやつありますから、買ってみようってなってくれたら、まあ富士がね、好きな私としては嬉しいわけです。今回の動画は3種類、まあ3枚の写真のフィルムシミュレーションを変えただけだったんですけれども、この日撮ったね、他の写真っていうのはまた他の動画でまとめようと思います。で、この時撮った写真っていうのは、スティアばっかりで撮っております。まあ、さっきね、いろいろ私も好みは言いましたけれども、総合的に、まあ、どんな状況にもそれなりに対応できるっていうのが、やっぱりアスティアの良さかなと思うので、派手すぎず、でも地味すぎず、みたいなね、っていうのはあるので、私は割とこの春の時期アスティアをしております。皆様もね、ぜひね、推しのフィルムシミュレーションを見つけてくれたら嬉しいなって思います。といったところで、今回もご視聴ありがとうございました。こんな風に写真が大好きな私でございます。理屈はわかりません。機材も詳しくはありません。だけれど、楽しく撮ってありますので、気になった方はね、チャンネル登録していただいたり、高評価をしてくれると嬉しいです。また、雑談、感想、質問、何でもいいです。コメントもね、気軽にどしどし書き込んじゃってください。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。